こうはね、ロン、お、ロン、ああ、こういうふうに、ロン。実は。やったジャパンでーす。はい、ということで始まりました今日なんですけども、はい、あなたのタイ語がなぜタイ人に伝わらないのかの第3弾ということでね、お伝えをしていきたいと思います。やっぱジャパンはタイと日本をつなぐチャンネルです。タイの最新情報をはじめ、タイ大好きなあなたへタイのお役立ち情報をお届けする番組です。毎週金曜日と日曜日の19時半なので、ぜひ見てみてくださいね。まだやっぱジャパンを登録していないよって方は、ぜひ登録のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。これまでね、1弾2弾って、ね、成長をやって松シーンやったんですけど、次ですね、何かをやるかと言いますと、母音です。母音、タイ語で言うとサラ、サラですね、サラ。で、日本語で言うと母音について、この母音もですね、特徴的なのがありまして、これをね、知るか知らないかではね、大きく違いますので、ぜひ最後まで見てくださいね。はい、にどれぐらいの母音があるのかをちょっとパン先生に聞いてみたいと思います。はい。はい。一般的に言われてるのは21個ある。21個ね、21個の母音があるということですかね。はい、はい、でその形っていろいろ組み合わせ、組み合わせをしていって32の型になるということですね。まあ21個あると、本来の基本形がですね、それを組み合わせるのも含めて32個の音があるということですね。そうですね、はい、ま、32音覚えなきゃいけないってことですね。この32音全部覚えとけば結構聞き取れるようになりますよということ で、せっかくなんで、その32個の、ね、音をね、ぜひ全部発音してもらって、違いをね聞いてもらった後で、はい、日本人がここが難しいんですよねって、ここを押さえてないんですよねっていうのを僕なりにね、お伝えができればなというふうに思います。じゃあね、32個ちょっと教えてください。あ、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 伸ばすですね。はい、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 う、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 え、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 お、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 いや、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 うわ、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 あん、あん、あい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 、あお、あお、る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 、以上です。はい、僕の発音もどうでしたか？お、大丈夫でした。完璧でした。ありがとうございます。なので、完全ネイティブタイ人のファンちゃんがやった発音とすぐ僕もね、続けてやりましたけれども、一応完璧だということなので、その違いと気をつける点についてね、お伝えをしていきたいんですよ。うん、今ね、全部やったんですけど、全部がね、気をつけなきゃいけないところでは僕はないと思っていて、はい、あとか、あ、あ、ね、日本語だと、母音って、あ、い、う、え、おしかないんですよ。おだから、こことね、気をつけて、あいうえおなんですよね。で、大の場合は、あと、あーって伸ばすのは別で数えます。別で数えます。これは別にどうでもいいんです。どうでもいいんですけど、気をつけなきゃいけないのは、僕が思うのはね、うですよ、う。日本で言う、あ、い、うで表現するところの、う、う、ね、さら、うっていうのがあるんですけど、これは別に、う、うーはいいんです。ここに似てたのが、う、う、うー、これですよ。この、いの口をして、う、うっていうの。いの口をして、うっていうと多分に、ね、似ると思います。う、うー、う、う、この、うっていうのが、結構日本の方は、あ、そうやって発音してるんだっていうのを実は分かってなくて、例えばですね、チューアライカップ。チューアライカってお名前を聞くときに、チューっていうのは、これ実はイの口してチュー、このサラ、ウーというね、イの口をしてウをやる、これでやるんですよ。でも、わかんない人って、チューアライカ、チューアライカって、
になっちゃうと思うんですけど、そう実は中この違いですね、うん、うというのとうという違いがあるというのをね、ぜひ覚えておいていただきたいなというのが1点目ですね。はい。それと似てたのがあったと思うんですけど、ええ、これはね、アイウェイオのえですよ、え、日本でいうえ。それともう一個がえ、この違いが、え、違いがあるのって僕は初めて言った時に思ったんですよ。結構知らんですね。そう、もう一回やってください。じゃあその違いを2つとも、え、え、ここですね、口の大きさが違うんですよ。普通のね、日本っぽいえはえ、え、あんま開かない、え、え、アイウェイオのえですね、え、はい、それともう一個の開く方がある、え、え、この、ね、僕が習ったのはエアですね、 AIAMacBook Air とかの Air、 これをタイ語でえー、えー、って言うじゃないですか、はい、タイ人ってえー、えー、って言う時に、そうです、えーって、このすごい口を開いてえーっていうのと、口を閉じててえー、えー、えー、っていうのを、この違いを聞き分けるんですよ。日本語だともうえなの、全部全部えなのよ。日本人の普通のカタカナのえっていうのはえー、えー、えー、これは大丈夫、えー、えー、だけどこのできないのはえーまあ、英語の A に近いかな、 A、ABCD の A って発音するときって多分結構口開くと思うんですよ、まあ、人によるかな、この発音があることをちょっとね、ぜひ Bear、 Bear 同じかな、英語の単語だったら Bear とか Bear の時の A、 それはちょっと分かりづらいかもしれない。あんまり思いつかない、え、日本の場合は、まあでも本当口開けるだけ、僕が習ってやったら今みたいにパンちゃんが、え、もう完璧ですって言ってくれましたけど、僕別に何にも言ってない、口開けて言うだけですよ、え、アイウェイオのえはえ、え、え、これだけど、え、え、口を大きくあにした状態でえっていうの、それでえ、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 をするとできます。なのでこの普通のえというのとあの口をしてえっていう、この2つがありますよっていうのも大事、これ2つ目ですね。このやり方は私にとって難しいですけど、難しい、あの口あーって言って、えー、えー、えーうん、っていうの、これです、これでできます、うん、次ですね、次、はい、おです、おお、おの違い2つやってください。おおお、あ、そうです、これもね、今のえと同じです。日本のアイウェアのおはもうこのままおおお、ありますね、おです。でない方はお、口をもっと開ける、おお、お、あ、お、お、この微妙なこの違いも聞き分けるんですよ。なのでこれも違いがあるんですよってことですね。タイ語でよく使うやつありますね。例えば皆さんが好きなコムヤンとか、コムヤンありますよね、美味しいですよね、コムヤンのコは喉ですけど、コ、この口を開けて言う方なんだ、コ、コ、コ、ね、はい、なんだけどロンリアンとかね、学校のことロンリアンって言いますけど、その時のローのオーはちっちゃく、ちっちゃく、お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 、あ、こういう風に実は分けられてるので、はい、そう、なんかおーと聞かれてるのを全部、日本人の場合はちっちゃい口でおーって言っちゃったりすると、これもなかなか覚えるのは難しいですけど、この違いがあるんだと、お、おーの違いがある、うんうん、えーの違いがある、うーの違いがある、この3つを覚えるだけでも結構ね、なんかね、ヒアリングが良くなって楽しくなりますよ。はい、はい、あと日本になかったな、さっきのうううやってる、これうう、これないですか、ない、これは日本ではないの、全くないの、僕初めてこれを聞いた時ね、だいたいジャージとかよくね、ジャージ、コンピューターになる、あーになるじゃないですか、コンピューター、ううですけど、タイ語だったらコンピューターで、日本語だったらコンピューター、コンピューター、そう、コンピューターになる、だから日本じゃないんですよ、このうーっていうのは、うん、よくタイで聞くとしたら、まあ、親しい仲しか言わないかな、奥さんとかね、これなんとかしたらうーうーはいはいはいとかみたいなやつ、タイ人ってうーうーとかって言うじゃん、うなずく、うーうー、よく使うんですよ、うーうーって、うんうんうん、街中だとね、聞いたりすることあるんですけど、このうーというのはあとえの中間あたりでうを言うみたいな感じ、うーうーみたいな、これも覚えるしかないんですね、これはどう発音したらううこのまあ中間な感じですね、覚えてもらうしかないですけど、はい、じゃあまとめるとですね、ううえええええ、あとおおおお、あとうううううか、この4つを
まあ大体覚えて聞き分けができるようになったり、違うんだということを認識していれば、まあなんかね、話をした時とか聞いた時に今のどっちかなみたいな形でね、気をつけてるとだん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 分かってくると思います、はい、僕も初めは分かんなかったんですけど、今はもう結構聞き分けができたり、口元見てるとチューっていう時に必ず胃の口してやっぱりタイ人の人が言ってるので、そういう違いがね分かるようになってくるので、目で見ながら発音聞いてると、そのさらうーとかね、うーなのかの違いも分かるようになりますし、えーとはえーとかも口の大きさでね聞き分けると、ああその違いがあったんだなんていうのがありますので、ぜひね今日ねさら、あの母音の方をね勉強しましたけど、その違いのねこの4つにねフォーカスして、ぜひ覚えておいてくださいませ。はい、ということでね、今日の動画良かったよって方はぜひ高評価、いいねの方よろしくお願いします。はい、それではこの動画はこの辺で終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょうね。じゃあ、カンナーナハサワディーカー、バイバーイ。こういう風に実は、ね